ジをくれなきゃいたずらしちゃうよ。怖い狼人間だぞ。ゴー。なになに、その衣装ハロウィンよ。うん、この前かよちんとお出かけした時に買ったんだ。見て見て、狼さんにはスコンボをあげよう。ありがとにゃー、じゃなくていただくか。あら、二人とも何してるの？わー、りんちゃんの衣装すごいね。みんなに見せたくて着てきたんだ。二人ともトリックはトリート。本当にいきなりなんだから。はい、クッキーあげるわ。わーい、ありがとう。じゃあ私はキャンディーあげるね。こっちも美味しそうにゃー。じゃなくて美味しそうがー。あら、皆さんお揃いでしたか。ですか？すみません、今は何も持ってなくて。ならいたずらするにゃー。こちょ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 やめてください、リンさん。くすぐりの系にゃー。もうリンったら、ごめんなさいね、しおり子。いえ、楽しかったです。ハロウィンってこんな感じなんですね。初めてトリックオアトリートを言われました。そうなの？じゃあ今度リンと一緒にやろうよ。とーっても楽しいよ。いいんですか？もちろんにゃ。そういうことなら、マリー、いいアイディアがあるの。モンスターハロウィンパーティーですか？そう、私たちがモンスターの仮装をして、ちょっぴり怖いハロウィンパーティーを開催するの。このメンバーでホストをやるのね。すごく面白そう。ミューズ、アクア、虹学のみんなを呼んでパーッとやろうよ。じゃあリンたちでみんなを驚かせちゃおう。ハロウィンだもん、ちょっと怖い方が盛り上がるんじゃ。私もちゃんと皆さんを脅かせるでしょうか。頑張ります。ほどほどにね。じゃあ決定ね。今から詳しいことを話し合いましょう。会場なども決まりましたし、準備を急がないと。リコさん、どうしたんですか？パーティーのことでちょっと相談があるんだ。今話しても大丈夫かな？ええ、構いませんよ。よかった。あのね、リンたち、エリちゃんたちにも何かいたずらをしようって計画してるんだ。そう、それでね、しおりこちゃんにも協力してもらえないかなって。エリさんたちに内緒でいたずらですか？それにはちょっと興味があります。私でよければぜひやってみたいです。じゃあ決まり、バレないように頑張ろうね。じゃあ早速作戦なんだけどね。明日はいよいよパーティー本番よ。当
当日仕掛けるいたずらのリハーサルはしっかりやっておかないとね。しおりこちゃん、大丈夫そう？はい、3人の意表をつくなら本番よりもリハーサルの今日、お二人と計画したいたずら大作戦絶対に成功させてみせます。オッケー、じゃあ計画通りに。おお、そのミイラの置物すっごくリアル。本当、今すぐにでも動き出しそう。わお、エリ大正解よ。いやー成功ね。リアルに動くミイラ、みんなどうだったかしら。怖かった。置物が動くなんてありえないわ。だから私は何も見てない。見てないの。にゃー、エリちゃんしっかり。ハロウィンに怖がってる子の元には本当にお化けが来ちゃうかもしれないわね。お化けなんてそんなあるわけないですよね。さあ、それはどうかしらね。たとえ本物のお化けが現れてもいたずらを成功させてみせます。私たちも負けませんよ。実は私もいたずらを考えてきたんです。あら、美味しそうなお団子ね。ろうそく型の手作りピックも可愛い。確かキョンシーってろうそくの刺さったもち米が苦手なんだっけ。そうなんです、それにちなんで考えました。そしてこの6つのお団子のうち1つは激辛団子なんです。激辛。おお、デンジャラスね。では皆さん、どれでも好きなものを選んでください。なら、次は私が食べるわ。いただきます。うん、とっても美味しい。こっちも全然辛くないわ。当たりが続いてるね。さて、愛さんのはどうかな。オッケー、愛さんのもバッチリ美味しいよ。これでようやく 50-50 ね。では、マリーもいただきます。マリーのもベリーデリシャース。じゃあ、残るは私かしおりこちゃんね。いただきます。甘くて美味しい。私のも美味しいから激辛に当たったのはしおりこちゃん。すみません、本当はどれも普通のお団子でハズレが当たるかもとドキドキさせるいたずらなんです。そういうことか。アイさんすっかり騙された。まんまと引っかかっちゃった。とってもエキサイティングなゲームだったわ。ありがとうございます。楽しんでもらえてよかったです。じゃあ私も吸血鬼らしく血のジュースをみんなにプレゼントしようかな。血のジュース？あ、驚かせちゃってごめんね。中身はトマトジュースだから大丈夫だよ。よかった。いただきます。全然飲めないにゃ。あ、ジュースじゃなくてこれゼリーだ。実は
私もいたずらを考えてたの。うまくいってよかった。ストローの先はスプーンになってるの。エクセレント！すっかり騙されちゃった。しかもこのゼリーすごく美味しいわ。いたずら大成功。マリーもパーティー用のお菓子を持ってきたの。モンスターハロウィンだからホラーテイストのものを用意したわ。これは普通のお菓子？オフコース、いたずらはしてないから安心して食べてちょうだい。はい、それじゃいただきます。しおりこちゃん、準備はいい？お菓子を食べたら計画実行だよ。はい、わかりました。見て、ミイラ型のスティックパイがあるわ。こっちには目玉の形をしたマカロンもありますね。チオッティ、アイさんのお菓子もどうぞ。何もないところからお菓子が。アイさんすごいです。アイさんは魔女だから魔法が使えるんだ。ほら、お菓子がいっぱい出てくるよ。おかしいね。お菓子だけに。ワンダフル。アイ、マリーにもちょうだい。よし、いっぱい出しちゃう。しおりこちゃん、こっちのマドレーヌも美味しいよ。はい、どうぞ。ありがとうございます。では私もこのマカロンをお渡ししますね。おいしそう、ありがとう。ハロウィンってこんなに楽しいんですね。しおりこちゃん、このチョコレートもおいしかったよ。こっちのスティックパイもどうぞ。マリーの一押しもしおりこに食べてほしいわ。私もシオッティにお菓子もっとあげたい。シオッティの腕からお菓子が。よし、私が魔法で解決だ。はい、シオッティにこれあげる。スイーツバスケット、こんなものまで出せるなんて、アイさん本当に魔女みたいです。今日のアイさんは本物の魔女だからね。何でも出せちゃうよ。あれ、リコどうしたの？リンちゃんがいないわ。リンちゃんどこ行ったのかな。あら、本当ね。あ、停電。ふん、何？何が起こったの？エリさん、大丈夫です。そばにいますよ。あ、戻ったみたいね。ブレーカーでも落ちたのかな？はあ、突然何だったのよ。ねえ、あのぬいぐるみなんだろう？ What?さっきまであんな不気味なぬいぐるみなかったと思うけど。気になりますね。そっとしておきましょう。触らぬ神にたたりなしよ。よし、それじゃあ愛さんが見てくるよ。あ、愛、危ないわよ。大丈夫だよ。よっと。あのぬいぐるみ、笑ったわ。にゃー！今の、リンの悲鳴じゃない？何かあったのかも。待って！やったね、しおりこちゃん。真っ暗にするタイミング、バッチリだったよ。ありがとうございます。第一段階は成功ですね。
じゃあこの後も作戦通りに。皆さん大変です、リコさんがいません。そんな、リコの悲鳴。音楽室の方から聞こえましたね。皆さん行きましょう。オッケー、今行くわよリコ。誘導もうまくいきました。さあここからですよ。わあ、部室で見た人形。おお、ずらーっと並んでるわ。もういや。リンさんのぬいぐるみ作戦すごいです。このまま次に行きましょう。なんなのこの音。アイさんにもわからないよ。いやー、Help me! さすがリコさん、不気味な音効果抜群です。リコたちどこにいるのかな。部屋の奥かもしれませんよ。リコとリンを助けなきゃ。今日の私は死神なのよ。お化けより強いんだから。エリー、とってもクールよ。マリーも一緒に行くわ。わあ、アイさんを置いてかないで。私も行きます。みんな、私から離れないでね。Of course! どこまでも一緒よ。みんなで行けば怖くないって。そうですよ。あとはリンさんが飛び出して皆さんを驚かせられれば。え、明かりが。こんなの予定になかったはず。あ、復旧しましたね。停電でしょうか。皆さん、大丈夫ですか？あれ？皆さん、どこにいるんですか？どういうことでしょう。愛さんたち、見当たりませんね。とにかく、まずは部室に戻りましょう。もしかすると、皆さん、ぬいぐるみに驚いて、部室に戻ったのかもしれません。そんな、誰もいません。おかしいですね。部室にも誰もいない。皆さん、どこに行ったんでしょうか。まさか、本当にハロウィンにお化けが出て、皆さんを連れ去ってしまったなんてことは。いえ、そんなことありえないですよね。うわあ、また明かりが。もうどういうことなんですか。ハッピーハロウィーン。これは一体。ごめんね。実は私たち、しおりこちゃんをびっくりさせたくて逆ドッキリを仕掛けてたの。そうだったんですか。うん、しおりこちゃんハロウィン初めてだって聞いたから楽しんでもらおうと思って。この計画はリンが提案したのよ。バレないようにすごく頑張ってたわ。演技とかそういうのあんまり得意じゃないから。そんなことありませんよ。すっかり騙されてしまいました。ハラハラもしましたが、とても楽しかったです。喜んでもらえてよかったね、リン。それにしたって本気出しすぎじゃない。本当に怖かったわ。まあまあいいじゃない。
しおりこびっくりハッピー大作戦パート1は大成功ってことなんだし。そうね、びっくりすることはこれだけじゃないもの。まだあるんですか？うん、実はね、ハロウィンパーティーは今日なんだ。え、今日はリハーサルのはずじゃ。シオッティをびっくりさせたかったから。パーティーの日にちも実は今日でした。ドッキリ。もうすぐミューズ、アクア、虹学のみんなも来るよ。ごちそうも用意してるんだ。さっきは出さなかったけど、実は私も手作りのお菓子を作ってきているの。みんなで食べましょう。わお、それは期待しちゃうわ。アイさんだってみんなに見せたい魔法まだまだたくさんあるからね。おいしいお菓子もごちそうもパーティーでいっぱい食べようね、しおりこちゃん。みなさん、私のために本当にありがとうございます。今日は驚かされることがたくさんでドキドキが止まりません。ハロウィンパーティーとっても楽しみです。